はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は北摂高校配信記念ガチャということでこちらを引いていきたいと思います。北摂高校か配信になりまして、まあどうだろうね、なんかちょっと今更感はあるんですけれども、まあ自分ちょっと北摂高校全然わかんないんで、まあ、とりあえずガチャを引いてその後サクセスをやっていきたいと思います。でその北摂高校、キャラにちなんで、北斗の別バージョンとせっちゃんの別バージョン、まあ、せっちゃんはねいろいろ別バージョンが出てて、まあ、あれなんですけれども袴ですね、袴せっちゃんが出てます。で袴キャラってなんか他にもさ、あの角ちゃんとかもそうだけど袴キャラ好きなのかな、なんかよくわかんないけど、まあ、とりあえず袴バージョンになってますと。で性能的なものを見てみると、まずせっちゃんの方が総力上限アップを持ってます。でマネージャーキャラです。で野手の場合がスイープ、大番狂わせ、総力上限アップがあるから基本的には野手で使っていくのがいいのかな。まあマネージャーキャラなんでね、投手でも、入れてもいいと思うんですけれども、投手の場合はカイドウかドクター K というところになってます。で、北斗の別バージョンに関しては、コントロールとメンタルの得意練習は2種類で、コントロール上限アップがあって、金徳はミスターゼロか強心臓で、野手も一応エースキラーか、カジバのバカ力を入手することができますということです。で一応ガチャの詳細を見ると、まあ、結構70連まであるからね、その確定枠っていうか、なんかそういうやつが60連目で、PSR が 30% のバナーキャラで、70連目が PSR 50% のバナーキャラというところになってます。まあ、一応70連までは引けるような感じになってるんで、まあ、70連、まあ、様子を見つつですけども、一応70連まで、引こうと思ってます。ただその前に、まあ、一応記念ガチャとしてね、通常バージョンの、北摂高校、無料10連ガチャがありますので、こちらを引いていきたいと思います。こちらはバナーから PSR 1枚確定ですね。まあ、これで解放しろっていうのがどうかわかんないけど、やっていきましょう。はい、通常のねせっちゃんが PSR プラゴなんだよね。だから袴の PSR がもし出たらもう PSR プラゴは突っ込んじゃいましょう。ここはアンパン、まあ別にいいや。だから誰が欲しいっていうのは特になかったからね。これがね浴衣だったらねまだ良かったけど、通常バージョンだからね、3キャラが。では、北斗高校記念ガチャの方に行きましょう。単ガチャは例によって1回目がバナーキャラがありますので、1回を引いていきますか。最近単ガチャから SR が出てないよね、まあ、そう簡単に出るかっていうところはあるんですけど、袴結構かわいい、まあ、せっちゃんは俺は結構好きなキャラだから。じゃあ10連目ここは SR1 枚確定ですね。基本的にはどこも確定が入ってるんで SR 率2倍みたいなのは特にはないですね。ないので1個しか入ってない。おいよくわからん。あ、そうそうそう、あとね、あの浴衣キャラも一応出るようにはなってます。神宮寺くん特にきらめき行きかな。もう別バージョンが出るとは思えないからね、あいつに関しては。じゃあ20連目いきます。でバナーキャラの、まあ、ピックアップ率、まあ、大体どこもそうなんですけど、1キャラに関して大体 11% とかですね。なので10回引いて1回出るかっていう、またいらんやつが出てきたな。どうせだったら使えるやつが来てほしかった、道江くんとかね。これは北斗、そう 10% ってことは1キャラずつ入ってるかどうかっていうところ。そう考えるとピックアップが効いててもそれだからね。で30連目からは、バナーキャラが出ますということで、特に10連20連が何にもなかったんで必ず反転しますね。必ず反転してどっちが来るかは分からない。うん、とりあえずせっちゃんはゲット。あと北摂高校ってその野手と
投手だったらどっちがいいの？なんかここら辺の浴衣キャラが野手だから、てか浴衣キャラってそもそも入れた方がいいのかどうかもよくわかんないっていう。じゃあ40連目もそのままいきます。はい。あ、虹ポンキラーン、お、来た。これでまた例によってね、最初に入ってるかどうか。はい、出ました。2枚目、2枚目っていうか、そうだよね、後ろだよね、大体そんなもん。あ、でも浴衣、まあ、浴衣の PSR だったらちょっと国設で使える可能性があるんで見てみよう。で、浴衣だと50でイベント経験点が上がるはず。そう、イベントボーナスと、回復量アップが 10% プラスされるんで、まあ、PSR ってもう50に持っていけるかな。アンパンだったらね、絶対持っていけた。アンパンは結構余ってるんで。ただどうかな、ハッチはね、ハッチより料金が多分一番少ないと思う。まあちょっと見てみましょう、後で。で、次50連目。あれ、50連目は普通のバナーか。でも通常の PSR もよく考えて 0.5% とかだっけ、だいぶ少ないよね。よく出たよなっていう感じ。せっちゃんばっかでな。せっちゃんはね、と1枚あれば正直通常バージョンとかぶっ込めばプラゴには持ってけるんで、 SR だったらそんなに必要はないんだよね。では、次60連目。ここ PSR 出るかどうかだよね。 30% って、でもいや、虹は出なかったな。すげえ普通、期待値ゼロ。ただ3枚入ってる。どうなっとるんだ、せっちゃん。北斗の PR、 北斗の PR も初か。で、袴の PR も初か。アンパンからの通常せっちゃんで、ここで PSR は出なかった。じゃあ70連目に行きます。ここは PSR50%。 虹来た、とりあえず虹は来た。で、キラーンが出てくれれば、ちょっと待って。キラーンがないぞ、キラーンがないぞ。通常か、通常だね。つか、せっちゃんしか出ないんだけど。めちゃくちゃ偏ってんな。というような感じです。ということで、これ普通のせっちゃん何枚出た？だって3,4,5,6,7、これだけで SR のプラゴいけるんじゃないかっていう感じですね。まあ、とりあえず、せっかく出たんでせっちゃん使って、次回は北摂高校のね、サクセスをやっていきたいと思います。まあ、ちょっと初回なんで本当に様子見でやっていきますんで、どういうデッキがいいのかもよくわかんないんですけど、とりあえずやってみましょうということで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。